はいどうも、はるきです。今回は3デッキバトルのデッキ変更についての動画でございます。前回ね、作ったデッキが意外と負けてしまって結構ショックだったのでね、最近試行錯誤して辿り出た結果がこいつらですね。はい。もうすごい王道な感じになっちゃいましたけど、とりあえずね、紹介していきましょう。まずこちら、デスサイザーオーバルアクセルと。 こいつらは無改造でございます。やっぱデスサイザーはね、無改造に限るなってね、最近思いましたね。あくまで僕の考えなんで、皆さんどう思ってるかわかんないんですけど、デスサイザーオーバルアクセルですね。はい。そして2期目。えっと、皆さんのね、応募によって気づかされましてね、OD が強いということで知りまして、えっと、組んでみました。OD セントラルニードル。 ニードルが僕のその理想の思った通りの動きをねしてくれたんで、これいいなって思ってニードルを採用しました。エビルはやも持ってないのにニードルは2個持ってるっていうね。まあいいんですよ、それは。これですね。そしてこれ。えー、っと、Y バーンは防御というよりは細かい攻撃に向いてるなって思ったんで、Y、えー、バーン、オーバル、ブローと。結構これ強かったですね。 はい、こんな感じでね、デッキを変更しました。えー、っと、前回のデッキに合わせて、3ッキバトルの、えー、っと、デッキを送ってくださった方々は本当にすいません。急に変更してすいません。えー、っと、今、応募してくれて、前回のお知らせ動画で伝えた方々は、えー、っと、こちらで、勝負していきたいと思っております。えー、っと、またこれにね、対抗して合わせて勝負したいという方、 がいたら、どんどん、もう一人何回でもいいんで、制限はないので、どんどんコメントしてください。ただ、その更新が遅くなってしまうとか、そういうことは多々あると思うんですけれども、えー、っと、ご了承ください。えーね、新しいデッキでバトルしたいという方は、ぜひコメントください。それでは今回は3デッキバトルのデッキを交換したということでした。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。